ホルスです。赤原イモリとシリケンイモリの水槽なんですけども、なんか最近は陸に上がっていることが多くて、せっかく買ったこのウーパールーパーの餌、こういうのが使えないので餌やりがちょっと面倒なんですけども、たまにこのわらじ虫をあげてみようかなと思います。アルプスイモリに今まであげてたんですけども、やっと配合飼料に根付いたので、もう使い道がないんで惜しみなく大量にあげていこうと思います。はい、ではこちらのホラジムシたちを入れていこうと思います。投入。と食べれたみたいですね。下手くそで全然食べれていないみたいなので、今度はこの子らにも人工飼料を餌付けてみようと思います。では今回はこんな感じで終わります。それでは。Thank you.